レッツトヨタ愛媛。皆さんこんにちは。愛媛 FC 背番号1番ゴールキーパーの岡本です。今日はなんと GR スープラ、ご紹介させていただくことになりました。じゃあ早速見ましょうか。まず色、これもう限定色らしいんですよ。もう全然出てこないよ。もう手に入んないですかね。もう手に入んないです。残念でしたね。ただマットグレーになるのかな。すごく素敵な色っすね。すごくかっこいいです。欲しいな。ですね、そして僕の個人的な欲しいのはいらないですね。外観もなんか流れるようなデザインっていうんですか、これは。もう、なんて言うんだろうな、これ、すごいおしゃれな感じで、かっこいいですね。まさにスポーツカーって感じですよね。まあ、ヘッドライトも。もうなんか、見てください、これ。見て、ちょ、来てよ。見てこれ、何個して ?1、2、3、4、5、6個ですね。6個の LED かな、これは。明るそうですね。いいなぁ。じゃあ、こちらで。このブレーキキャリッパーね、真っ赤なのがついて、大きいのがついて、よく止まりそうですね。いいよね。欲しい。じゃあ、後ろも見ますか。後ろも、じゃあ、とりあえず一周しましょうよ。なんていうんですか、この、ちょっと、こう、ちょっとキュッとなってね。ちょっとボーンとなってね。なんていうか、セクシーな感じと言いますか。もうなんかもう雰囲気出てますよねっていう感じな車ですね。すごい素敵ですね。でも乗ってみてもいいですか。乗りましょう。じゃあちょっと中に入ってみたいと思います。失礼します。お願いします。はい、じゃあ、すごい、どうですか、似合います。似合いますね。いや、ありがとうございます。これエンジンもかけちゃっていいですか。行きましょう。じゃあ、すごい。ちょっと待ってください。はい、これ今ね、スポーツボタンっていうのを押したんですけど、そうすると何が起こるかというとですね、このアクセルをちょっと、これパンパンパンと音がするじゃないですか。こういう演出がされるらしいんですよ。これもすごいですよね。欲しいな、これ。もう乗って帰っていいですかね。この内装もですね、もうすごい。天井もなんかこう、ちょっとここが。僕、187センチなんですけど、まあ、頭つくこともなく、タイトめですけど、しっかり、ホールド性抜群。タイトな運転席っていう感じですね。助手席行きますか、はい、来てください。じゃあデートしましょう。ようこそ僕のスープラにようこそ。ですね、これ、何ですか、これ、液晶のメーターっていうんですかね。もうなんか雰囲気あって、すごい速そうですよね。これ見て。6500回転まで回るんだね。これ、まあ、すごいですね。パンパンすごいですね。音もね、中でも。中まで響きますね。響きますね。いいっすね。なんか、動かしたくなりますよね。直列、6気筒の3リッター2でしたね。で、ターボなんですよね。で、だいぶ馬力が出てて、面白そうな車となっております。ファンの皆さん、これが助手席からの岡本選手の横顔です。いや、一緒にドライブしたいですね。誰かしらね。お車、はい、詳しいですね。車すごく好きなんですか。僕車大好きなんですよ。実家がもう車屋なんで、ちっちゃい頃からもう車と一緒に育ってきた人間なんで、車なしじゃ、生きていけないんでね。
もうこの DR スープラがあればご飯3杯は食べれますね、はい、見ながら、はい、心の底から車が好きなのを伝えていきます、はい、愛してます。この車、はい、もし乗るとしたらどこドライブ行ってみたいですか？そうですね、僕はですね、今この企画とはまた違うんですけれども、西予市の僕一市町村の担当の人間なんですけど、よく西予市とかの方にドライブに行くんですけど、これで行ったら楽しいんじゃないかなと思いますね、ぜひこれで行きたいです。誰か一緒に行っていただきたいですね。ああ、いいですね、高速走るの楽しそうですね、はい、高速も走って海沿いも走って山も走って幸せかっていう感じです。まあ、今コロナでねなかなか外に出れないので、こうやってドライブしながらお話ししながらっていうのもありなんじゃないんですかね、うん、と思います。はい、ワクワクしてるのがすごく伝わってくる素晴らしいご紹介でした選手最後に決め台詞を、決め台詞を決まらないっす決まらないっす、ドライブに行きたいです。はい、ぜひこのね GR スープラ、価格は730万ぐらいでしたっけね、ちょっと僕には手が出ないような価格帯ですけど、もうそれだけの価値がある車だと思っております。ぜひぜひご購入の検討をしてください。ありがとうございました。岡本でした。じゃあドライブ行きましょう。ネッツトヨタ愛媛。アクセルボタン自動解除。ああ、そうなんですね。すげえな、これ。ロック解除ボタンを押し、ギアを入れる。ロック解除ボタン。これか。ボタン。おー、なるほど。これ今、基本オートマ状態ですか？今。そうです。はい、わかりました。ステッパドルでやっていただいて。はい。はい、じゃ、ちょっと行ってきます。行ってきまーす。ちょうど焙煎時だし、いいですね。いいですね。小池さん、じゃあねじゃあねちょっと進んでね。桜が満開やったらまた気持ちいいですよね。そうなんですよね。もうちょっとやってたもんね。そう、桜早かったですね。ちょっと暖かい、ね、暖かくなって。よし、かっこいい、いいね。ヨーロッパで作ってるんで、これ250キロ出るらしいですよ。いや、いいじゃないですか。半端じゃないですよ。いやー、すごい。まあ、もうでもね、はい、いいですよ、この加速がすごいスムーズですね。綺麗に伝わるしね。はい、発足オートマンだったかな、確か。発足、発足すごいですね。すごいですよね。いいっすよ、これ。ああ、景色の流れ方がまた違いますね。で、このパドルでこうシフト操作するわけですよ、ここで。うん、ね、おお、早いすごい G が今来ましたね。一瞬、一瞬なんですけど。楽しいな、こういう車は。なんか今、これフロントにエンジンが乗ってて、前にエンジンが乗ってて、はい、後ろで駆動してるんですけど、うん、そういうスタイルって最近少ないんですよ、もう。はい、もう結構フロントのエンジン乗ってて、前で駆動するとかっていうのが多いんですけど、本当にお詳しいですね。結構スポーツカーの FR とかがいいとか言うんですけど、やっぱり楽しいですよね、運転してて車の動きが。よくわかるけど楽しいです。いやこの
の助手席に今僕が乗ってるのがすごく羨ましいファンの方が多いと思うんですけど、ちょっとでも皆さんにお裾分けができるようにこれでもね、お裾分けできるのかすごいですね。すごいよ、これは楽しい車ですね。すごいですね、ダーボエンジンよく回りますね。はい、ちゃんと制限速度守ってないと。はい、これ右曲がってもいいかな。あ、全然すごいな、ネッツトヨタさんも GR ってすごいですね。はい、赤字レーシング一緒に持ってるからこそですね、ネッツさんだけの特徴というか。そうそう、いや、こんなに面白い、やっぱすごいよ。はい、しないで運転しててごめんなさい。いやいやいや。お疲れ様でした。失礼します。お疲れ様でした。帰ってきました。帰ってきました。最近の子たちって、うん、あまり車に興味がないとか、うんうん、いう話はよく聞くじゃないですか。はい、どうなんですかね、なんかドライブに行きたいとかっていうのはあんまないんですかね、うんうん、僕は本当に昔から好きだったから、うんうん、本当に常にどっか行くとかやってたんですけど、はい、どうなんですかね、最近の若い子たちは。でもこの車とかに一回乗っちゃうと多分もうワクワクが行きたくなるかな、止まんなくなっちゃうんですかね。いや、じゃあぜひね、購入していただきたいね。はい、さっきもやっぱり若い選手みんな見に来てましたからね。前田選手なんかもこれ乗ってたん、乗らせてほしいって言って少し回ったんですけど、やっぱり興味自体はあるんですよね。そうですよね。なるほど。じゃあサッカーと同様に、はい、車も普及していきますね。はい、スタミナでね。はい、ありがとうございました。すごい楽しかったです。あ、よかったです。岡本選手とドライブでした。ありがとうございます。ネッツトヨタ愛媛。